続きまして、本日の基調講演でございます。タイトル、小さな会社の稼ぐ技術というタイトルで、株式会社インパルトス代表取締役でいらっしゃいます茅野勝美様の方にご講演いただきます。それでは茅野先生、よろしくお願いいたします。はい、どうもこんにちは。茅野と申します。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、最初今日の回からお話しいただいた時にですね、あれ俺でいいのかなと思いましたね。私が過去経産省とかその辺役所系で問題を起こしたことを知ってるって人、ああ知ってましたね。あ、森さん知ってますよね。まあまあもう15年前の話ですよ。まあいいや、もうその話もいいでして、だからもう忘れてるんだなと思いましたね。まあいいや、まあ私はですね、口先の単なる相手は分かんないです。分かんないけど、だから何ですかね、ウェブ系とかですよね、フェイスブックとか、なんかその辺の小手先系は自分でももう使いこなしてますよね。私の本がなぜ今アマゾンで中小企業分野でずっと、もうこれ出たばっかりですけど、もう10ヶ月ほぼ毎日1位なんですね。これは15年前から、もうやはり中小企業分野ではほぼずっと1位なんです。なぜ1位か、今日も来る途中、天神から来る途中ですね、西鉄バス、私地下鉄はね200円だから使わないですね、バス100円で来たんですけど、その間ね3つフェイスブックを、更新しましたね。1つは孫正義さんの、が、最もその参考にしている、戦略の話、それを動画をパッと上げたんですね。上げましてすぐ下に私の本をリンクでパッとですね入れました。で、フェイスブックをですね、まあいろんな意味でビジネスとか売上アップとか知名度アップとかで、フェイスブックとか、フェイスブックをそういう、まずフェイスブック個人でアカウント持ってるっていう人、たまに投稿してるっていう人、たまに、で一応それを営業とか売上アップとか自分の知名度アップ反則系でもたまにちょっと意識してフェイスブック投稿してるっていう人は、あんまりいないですね。なるほどね。で、私も実はですよ、フェイスブック、まあ、相当オタクなんですかね。 YouTube も Ustream、 またそっち系は結構すごい、まあ、得意なんですよね、暇なんで。フェイスブックでは、ね、ずっと失敗してたのが、フェイスブックも投稿しますよね。投稿して私はずっと投稿画面に営業ページとか教材売り込みページとかセミナー告知サイトを投稿画面にいつもリンクしてたんですよ、はい、これはダメだっていうのを知ってるとした。それをやるとアップされないんですよ。多くの人に表現できないんですよね。投稿はあくまでも文章だけ、やっぱここで営業活動しちゃいかんという Google さんとか Facebook さんっていうのはやっぱ読者サイトに立ってますんでね、ですから売り込みサイトとかなんか宣伝やる場合はコメント欄の方にリンクを入れると、そうすると例えば友達が1000人だとしたら、投稿面に営業サイトリンクしてるとですよ、1000人中ね、もしかしたらね100人ぐらいしか表示されないんですよ。営業が入ってるってことは Facebook さんが、あんまり表示しないようにするっていうのは、営業はやっぱり嫌ですよね。見る方からするとやっぱり Facebook 系とか Google 系ってやっぱすごいなと思うのは読者ファーストですよね。読者ファースト、Yahoo さんがやっぱちょっと営業ファーストみたいなところがあったんで、いろんな意味で Google に負けてね、負けてしまいましたけど、 Facebook も見る人がファーストですよね、だから営業ページをこう、例えば今日のねカンファレンス、茅野だから、告知参加者少ないなと思った主催者は、コメント欄に告知サイトをですね入れる。これ知ってたってでしょ。知らないですよね。もうつい数ヶ月前で気づきましたね。だからフェイスブック専門のコンサルタントさんの間ではそれ常識なんですからね。世間では全然知らないですよね。というのは私やってますけど、ですね、一応私が今日ちょっとだけお話しする元はですよ、私自身は何もないですから、口先系 IT コーディネーターさん
三段カーですよ。私と同じ口先系ですよね多分ね。何でもかんでも偉そうでね、こういうアドバイスするで同じ人種だと思うんですけど、で私は一応その戦術系というよりは、まあ、戦略系の中小企業向けなんで、それも小さな会社向けの偉そうな戦略系の戦略理論とか、あと事例、成功事例ですね、これを話す著者講師なんですけども、一応私の元はですよ、ランチスター戦略っていうのが40年前から実はありまして、福岡に役員に今も元気で80歳バリバリまだやってますが、武田雄一っていうのがいましたね、私の師匠です。そのランチェスター戦略が元です。で、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、まあ、なんてことはないっていうか、まあ、極めて真面目っていうか基本みたいなところをまとめて、私たちの先輩コンサル著者がまとめてて、で私の代今3代目ぐらいですね。だから他にはまあドラッカーさん経営思想系、あと大企業向けでは MBA とかですね、まあコトラーとかなんかいろいろありますけど、ああいったやつもなんですかね、いいところをちゃんとまとめたやつで、まああとは現場がね実際やるかどうかっていうあれですけど、ランチスター戦略ってなんか聞いたことがあるっていう人、聞いたことが、ああ読んだことがあるって人、なんか読んだことが、あそのうち私の本を読んだっていうあんまりいないですね、まあ、武田雄一かとか昔の30年前は田岡信夫さんっていう人がですよ、昭和40年代50年代ですけどね、300万売れたんですね、ランチェスターの本が。ですから今の65、70歳以上の経営者、特に創業経営者とか営業本部長クラスの65歳、70歳以上の人はほぼ 100% 読んでますね。ただあまりにその前のドラッカーみたいに売れすぎたんで、大企業の話が多かったですね。で私の師匠武田氏が中小企業向けにして、で私が零細小さな会社向け、3代目なんですかね、口先系でやってますけど、ですね、さっきホームページをこう、YouTube を見たらですよ、これ次の今からの 2,30 年間の間に、皆さんに伝授したいこと、孫さん、ソフトバンクの孫さん、20年間30年間これから皆さんに伝授していくことの結論を1ページで表せというと、この孫の事情の平方になるということであります。まあ、この孫の事情の平方というのは中国のね数千年前の孫子と、それから、まあ、ランチェスター、まあ、ランチェスターというですね、そうでしょ、一応これ、ね、投稿したのは誰かと見たら深井の勝になってますね、まあ、私に有利な情報操作を今、いやこれも私の仕事です。知ってます。あと実は1ヶ月前にですね、 HS ハウステンボス再建大成功させた HS の澤田さんですね、なんと今年ついに GTV 抜いたんですね、旅行代理店で、あの海外旅行の人数と売り上げで抜いたんですけど、澤田さんが2ヶ月前こう福岡来ましてね、で創業時は全くダメだったと、まあ、ところがダメなんで本たくさん読みました。この中で一番役立ったのがランチェスター中村天風幸雨と流法孫子の兵法って言ったんですよ。おすごいなってことですね、まあ、ただあのお二人、が成功したのは 99.9% 自分の実力なんですけども、まあ、一応基本中の基本としては、私が分からずにこう学んできた理論というのは結構すごいんだなって、ね、最近ちょっと思ってるんですけどね。で IT コーディネーターさんは同業ですからね、ちょっと言いますけどね、この図式使うとですね、非常にこう中小零細企業向けにですね、説明がしやすいですね、説明しやすい、だからもうこのままパクっていただきたいんですけど、これはまあ私の師匠の武田陽一、武田ビジネスモデルっていうのがありましてね、まあ、当たり前のことなんですけど、一般的な言葉で言ったら、一般的な言葉を最初言うと、こっちか、何を、どこの、誰に対してどうやって売るかと、あとどうやって、リピーターですね、ファン固定客作っていくか、以上をやるのに、人や教育やあと資金繰りお金だよなと、あとね、どんな風にやって働くか、
働き方改革とかいろいろありますけどね、まあ、私が創業、特に創業経営者系とかいろんな社長、さっきの孫さんも稲森さんも日本電産長森さんも地元の成功者なんですかね、まあ、仏壇長谷川八津屋、ああいった創業者系に聞くと今の働き方改革で言ったら、そんなああいった創業者系が大事なのは、働き方で大事なのは何だって言ってるか知ってるという人、特に創業した時、自分が中小零細自営業の時に大事な働き方は何だっていうのは知ってるという人、長時間労働だって言うんですよ、残業ばっかりすべきだってね、うん、これはもう間違いないですね、働き方、長時間労働、残業しまくる、これが正しいんですね。てなこと今言ったら全く受けないですよね。出ていけって言われますけど、まあサラリーマン向けではやっぱそうですね、あの人をある程度こう使っていく場合は装飾系 も増えたから、そこはまあ今言ってるのは大事ですけど、創業者自営業は IT コーディネーター、さっき独立したばっかりの人がいますけどね、もう絶対休みなし、趣味を捨てて、長時間労働ですよ、もうそれしかないですよ、あの浮上しようと思ったらですよ、もう創業者はみんなそれ言ってますよ、ただ表向きそれは今言えなくなったんですね、なんかもう私は良くない時代になったなと思うんですけどね、これをまあちょっと経営戦略的な言葉で言ったら、まあ一番が商品、何の商品で自分は勝つんだってですね、2番がアナログで言ったら地域ですよね、勝負する場所でやっぱ違いますよね、3番がこれ最近私も大好きですね、客層ですよ、同じ商売を狙う客層でやっぱ違いますね、本当違う、ですから本当は、ね、今日ね私の客層じゃないです、この主催と参加者の方は、はい、私はね元文系の田舎の商工会議所の八百屋とかね、その辺の社長が私の客層なんですけどね、本当今日ね全然違う、普段と真面目、皆さんね、あIT 系ってやっぱそうですよね、あとはどうやって売るか、まあ当たり前ですよね、営業、ここに IT が相当も今絡んできてますよね、もう前だったら私はもうリクルートの飛び込み営業マン出身ですから、もうガンガン電話営業して飛び込み営業やっていやーってねやってたのが、もう電話も今私にならない、もう全部メールとあれと Facebook と LINE はまだ仕事系が少ないですからね、彼女ぐらいですけど、 LINE はビジネス系でも私のような仕事もう電話がならないですね、すごいですね、いやいや、もう営業というかコミュニケーション、あと5番、IT 系で言ったら何ですかね、カスタマー CRM っていうんですかね、カスタマーリレーションシップ、ションシップマネジメントだとかね、いうやつ、まあ営業フォローっていうやつよね、フォローっていうやつで、私は実はこれ顧客維持戦略って言ってますね、武田氏の、ここはまあ組織戦略と、組織戦略、で7番が財務戦略と、中小零細企業は金使わないと、贅沢しないと、社長室作らない、虎の置き物も置かない、熱帯魚は置かない、なんか贅沢な車乗らないということですよね、分かりやすく言ったら。あとは8番は時間戦略っていうんですかね、私たちの言葉で今一番受けないですね、長時間労働だと死ぬ気でやろうぜとこれがまあ自営業経営者向けの、簡単に言ったら多分こういうふうに分かれると思うんですね、何をどこの誰に対してどうやって顧客フォローするか、それやるのに一人でやるのか家族でやるのか、人を最初から他人を入れて親族入れない、大体大企業系を最初から狙ってる人たちは親族入れないですね、親族入れない、あのこれやっぱりね、他人の気持ちになったらですよ、入って父ちゃん母ちゃんバカ息子バカ娘しかおらんとかいう 99% の中小企業が大体そうですけど、やっぱり嫌ですよね、そんなところね、野心がある他人は、だから早いことを排除する、まだ日本電産も HF 澤田さんもそうですよね、最初やっぱり嫁さんいましたけどね、まあ、ムメさん松下幸之助もそうでしたけど、まあでも別にね、あの同族家族系の良さも めちゃくちゃありますから、それはそうでいいと思うんですけど、でここで、まあ、簡単に言ったら当たり前ですけどね、商品地域客層でどうやってその差別化するか、なんか聞き、よく聞く言葉ですけど、最初に言ったのはドラッカーらしいんですよね、差別化って、違うことやると、違うことやるっていうのは同業他社の自分より強いところとの差別化ですよね、これ最近私も分かった、もうオンみたいに、まあ、差別化って偉そうに自分が分かってなくて差別化って言ってたんですけど、厳密に言ったら同業他社との差別化、自分より強いところと差別化するっていうんですよね、もし自分の方が強くて相手が弱かったら
これ間違いなんですね、って知ってました。でも習った私たちの戦略の中もある差別化ではない、自分が強い場合、自分が業界で1位、その地域で圧倒的1位の場合は差別化じゃないんだと、同質化、ミート、真似をしろってなってるんですよね。おおって、そう、真似をして、まあ、強い会社は同業他社を真似して、潰していくんだと。それで大成功した家電メーカーはどうでしょう。真似した電気ですよね、真似した電気っていうなんかやゆ悪口みたいなもの聞いたことあるって人、真似した電気、私も学生時代から聞いてて、だから松下イメージ良くなかったですよね。なんかそういえばソニーみたいな独創的な商品ないしとかね、つまらないな、実は思ってたんですけども、思ってた私が間違ってたんですね。実は、ね、つい先週ですよ、真似した電気でずっと検索してたら、松下電気元副社長の水野さんという人の日経 BP のエッセイが出てきたんですよ、2005年の。そしたらね、ちゃんと認めてました。松下幸之助がもう真似した電気と言われるように、そう、とにかく真似をするんだというふうに社内でも言ってたと。そう、どういった意味かって言ったら、でソニーはですね、東京のあるところにですね、優秀な研究所を持ってたっていうのを知ってるとした。はい、品川ですね。品川に何ていう研究所を持ってたか知ってるという人、何でしょう。基礎研究所、ソニーですよね。今何の話しましたっけ。松下の話、松下電機の話ですよね。松下電機の幸之助さんが社内で言ってた、うちはね、品川にいい研究所持ってんだよ、ソニーっていう研究所だ。要はあそこが面白いのをどんどん出すから、あそこの面白いのをねすぐ真似て、圧倒的な宣伝力と販売力で、まあ、真似をして、まあ、潰すんだっていう、ね、ことですよね。まあ、トヨタがホンダが面白いの出したら大体潰してますよね。今も私車は知らないけど、そういえばその通りだ、トヨタはもう真似ばっかり でどんどん2位3位4位を潰していってる、まあ、シェアを取っている、それは、ね、正しいんです。強者の戦略っていうやつ意味では正しいんですよね。でも我々は中小零細だから、自分より強いところが差別化は逆ですよね。だから我々は逆ですよ、大手がしないこと、あとは小さな1位を意識して、小さな1位、まあニッチっていうやつですよね。ニッチ、中小零細、これ中小零細の話ですけど、で3番目が一点集中と、あれこれしないと。とは言ってもですね、私も広告代理業で最初独立しましたけどね、もう何でもやりますって言ってましたよね。コンパニオンも派遣もテレビもラジオも新聞もテレビも倒して全部やると、その後ホームページネット系もやろうかなとやってましたよね。で全然やっぱダメでしたよね。で4番目が接近戦というですね、一応まあ私たちの言葉ですけど、これを商品で同業他社、強い同業他社とどう違うことをやるか、差別化で、かつ小さな1位を意識して、そのために一点集中、あれこれしない、で営業活動は接近戦、だから商品の差別化、小さな位置、一点集中する商品、地域は、自社はどこなのか、地域は自社にとって大手との差別化をする地域で、小さな位置を狙って一点集中する地域はどっか、アナログ営業の場合ですよね。客層もそうですね、大手は誰でも相手します、でそれに対して一点集中、もううちは65歳以上しかしませんとかですね。最近やっぱね、シニア向けの明らかな成功事例がやっぱ増えてきましたよね。シニア向け、まあ、ちょうど今旬ですよね。もう若者向けとかもう時代遅れですよね。やっぱもううじゃうじゃもうジジイババが言いますから、そこ向けにどうやるか、多分ね、やっぱりジジイババ向けってあんまりしたくないでしょ。30、40、20代、50代の人からしたらね、やっぱ若い人向けの方がなんか良さそうですもんね。そういう意味でもシニア向けってね、ガラガラですよね、ガラガラ。私この前びっくりしたのが、よくレンタルオフィスってあるじゃないですか、ね、IT コーディネーターの方とか著者講師コンサルタントよく使ってる、まあ、私も普段自宅事務所なんで、外のレンタルオフィスですよ、単独で借りたら高いで、みんながうじゃうじゃいる、とかもうなんか電話一緒だけだと安いですよね、安い。それでこれはもう40年前から、福岡東京大阪、まあ、ありますよ。私の知り合いもこの博多駅、駅東のちょっと行ったらアーバンオフィスっていうですね、池田さんっていう今80歳の女性が、あそこは福岡ナンバーワンですからね、貸しオフィス、貸し事務所、貸し秘書業務で40年前からやってますけど、その中でね今36歳で、
すごいすごい歌唱オフィスレンタル屋さんが出てきましたね。片桐さんっていう人なんです。銀座アントレオフィス、東京だけしかないです。東京だけしかレンタルオフィス13カ所しか今ないんですけどね、片桐さんアントレオフィス、銀座アントレオフィスレンタルオフィス業です。なんか聞いたことがあるって人。お、なんでですか。社内の新規事業で調べて。あ、調べて、あ、それをやろうかなと、パクって。あ、なるほどね。今度行っときますよ。何でした。行ってきました。行ってきた。行ってきました。銀座まで。銀座と新宿と。ああ、ですよね。見てきました。ね、でまだ30代の行政書士なんですよ。本当は、ですけど、まあ肩書きだけで今銀座、そうレンタルオフィスで圧倒的ナンバーなんですよ。でね、この客層ですよ。ここね、あ、なるほどと思いました。なんでそのレンタルオフィス成功してるか。と思います。まあ、いや、ある客層に絞ったんですよ。レンタルオフィス業で。それかと思いました。どんなところ絞ってると思います。さっきの話の流れですよ。レンタルオフィス行ったら普通は独立起業する人とか、もしくは会社に隠れてこっそり副業とかですよ。まあ副業も今どんどんオープンになってきてますけどね、まあ起業目指す人、起業したばっかりの人が多いんですね。レンタルオフィス借りる人たち、その中である客層に絞ったんですよ。シニアに絞ったんですよ。シニア専門でかつね、まあ私なんかやっぱで自分は大したことないけど、ガー行くぞベンチャー系とかもう大好きだったんですけどね、ここはシニア、さっきの銀座アントレオフィスっていうところですよね。シニアっていうのを大きく打ち出しましたね。まあ私も実際行ってみたんです。行ったらね、まあ私今58ですけどね、一番若いです私はね。あ、もう60代70代80代ばっかりなんかうじゃうじゃこういましたよね。うわーと、うん、で結局ね、その独立企業とかいう分野になったら、まあシニアの方とかね、お分かりかもしれないですけど、若い連中が20代30代こういたらなんかこううざいですよね。なんか IPO で目指すジョジョとかね、でまあ正直言ってちょっと負けるなっていう感じですよね、だから違和感がある。ところがシニアとこう打ち出してるから、実際いるのは60代70代80代ばっかり。かつね、こうキャッチフレーズつきましたね。つける、うちの客層はゆる企業ですと。わかります。ゆるい企業家集まんなさい、集まってください。シニアでゆるい企業いいっすよね、だから当然若い人は来ないです。来ないけど、だから居場所があるんです。シニアにとっての居場所、このレンタルオフィス。同業他社はもう誰でもいいですやってますよ、レンタルオフィス。だったら、ね、やっぱりね、行ったら福岡でもやっぱ若い系が多いんで、もう50代以上系はねやっぱ嫌ですよね、そんなところってね、だからこれはそういうふうに特化する。で特化してうまくいくかどうかはね、分かんないです。やってみないと分かんないですけどね。同じシニア系でこれもびっくりですよね。です、今シニア系のフィットネスクラブで圧倒的日本一、もう1000点以上ある。残念ながらアメリカから来たやつですけどね。シニアのフィットネスクラブで大成功してるとどっか知ってるって人、どっか、あ、どこでしょう。カーブスですよね。カーブス行ったことあるって人、カーブス、お、覗きだけ、あ、覗きですよね。私もそう、覗くだけで入れないですよね。あ、カーブスのメイン客層知ってます。女性、知らないです。お、知らないですか。あ、女性どうですか。おばちゃんですよね。で行こうと思わない。私の母が入るんです。あ、母がね、あ、母がね。自分は行こうとは、ちょっとまだ見学行ってから見ようかなと。あ、そうですか。だからね、あ、そうですね、そのご年齢だったらね、行ったらね US 感感じます。おお、いけるいけるとかね。ああ、すごい。60代が一番多いですよ。次50代、70代、カーブス、本当すごい。あれが同じく誰でもいいですよってやったら、それは絶対成功しないですよね。ただね、これはまあ戦略の、ね、後付け戦略ですけどね、我々にとっては。やっぱね、戦略ってやっぱすごいなと思いますよね。こういうふうに商品地域客層、同じことやってもどこに絞るかでやっぱ違うんですよね。本当面白い。そういうのも探すのがもう私のもう本当趣味みたいなもんですよね。あ、でね、IT 系でね、最近 IT 系っていうか検索系ですけどね、前からねこいつ悪徳商法だなと思ってたところがあるんですよ。私の友人で雨漏り110番っていうですね、雨漏り専門のリフォーム会社が神奈川県にありましてね、唐鎌さんという人がやってます。10年以上前からやって、まあ、そのリフォーム業界の中で雨漏りだけに特化しますよね、10年以上前から。で、まあ、小さく大成功してる、年商2、3億ぐらいやってます。ああ、成功してるよねと。
で彼を呼んで成功事例の勉強会やったんです。読みました。そしたらね、それまでは私たちの同じ勉強会でしたからね、いやー、やっぱアナログの商品地域客層、ね、一度お客さんになったらお礼ハガキを出すとかね、こういうの大事ですよ、ずっと言ってたんですよ。でいざ成功事例で呼んで時間がたっぷりあったからずっと話していったら、実は僕は雨漏り110番でホームページで10年前からずっと1位だったってね、 IT のこと初めて話しました。なるほどと。営業戦略で、まあ、ホームページですよね。単純に言ったら雨漏り屋さんとかリフォーム屋さんとか、まあ、未だにホームページとかないところ多いですからね、遅れてますよ職人系っていうのは。そんなところでいち早く10年前からホームページを作って、なおかつ一応この勉強してたからリフォーム何度もやりますじゃ勝てないと。で同業他社の中で需要はあるけどもみんなが嫌がるやつの一つが雨漏りの修理なんですね。なかなか難しいらしいんです。あの本業の人聞いても雨漏りはやっぱちょっと難しい、だから特化しようって言うと。でもそれを実は IT でね、まあホームページです、雨漏りで検索したらうちしか出ない状況が10年以上続いてたっていうですね。はあ、なるほどね。ずっと隠してましたよ。私もね、思いやすくね、 IT 系っていうのは戦術としてもねすごいですね。見えないです。なかなか見えないのが多い。 IT 系は何をやってるかわからない。それでこっそり儲かってる人が結構いますよね。この中でもいるじゃないですか、こっそり儲かってるでしょ。いやいや、ちょっと今別、まあいいや、で雨漏り110番ですね。雨漏り110番なんかたまに自分の友達だし、私のまあ知ってる成功事例だから検索するんですよ。そしたらある時からですよ、このカラカマさんじゃなくてなんかね、雨漏り修理110番っていうのが一番上に出るようになったんですね。今もそうです。雨漏り110番でやると一応登録商品も取ってるんですよ、カラカマさん取ってるんだけども、検索すると雨漏り修理110番あれなんかカラカマ名称変えたんかなってクリックする。そしたらね、名古屋本社のシェアリングテクノロジーという会社がありましたね。そこはね、雨漏り110番鍵110番ペット葬儀110番、110番ガーッて200個サイトを作って、そこは修理一切しない、自分の提携してる修理業者にエンドユーザーはこっちにどんどん来る、電話や検索でどんどんどっからないですかってね来て、提携会社に紹介して、10万円で修理したら3万円ぼったくるっていうですね、検索代行会社、ネット上の検索 集客代行会社ですよね、それを、まあ、ただ IT 系とかコンサルタント税理士系でも待ってやったら税理士紹介します、コンサル紹介します、リフォーム紹介します、ね、たくさんありますよね、まあ、ありますけどね、ただなんていうかな、その例えば私がよく使うジャランとか楽天とかああいったやつも、まあ、ポータルサイズですよね。でそこでやるとたくさん出てくる出てくるけど、ちゃんとどこのホテルとかちゃんと出て、こっちがちゃんと選べるじゃないですかとかね。さっきみたいなとこやると、そこの会社にメールか電話が行って、そこの会社が自分が儲かりそうな下請け会社をこう紹介するっていうんですよ、ちょっと悪徳だなとこいつらと、ネットだけでこいつらなんか検索で1位になってるよなと思ったら、先月東証マザーズ上場ですよ、シェアリングテクノロジー。いまだにね、シェアリングテクノロジー詐欺って検索したらね、たくさんバッシングの出てきますけどね。いや、その自分の有利なところしか紹介しないんだよあいつら、紹介料3割ぼったくりだとかね。まあただやっぱりね、存在意義すら一応上場も悪徳会社多分たくさんあると思うんですけど、まあ言い訳としては技術があるのに営業力表現力がない会社がたくさんあって、私はそういったいい会社を紹介したいんですよね。あ、物は言いようだなって感じですけど、なんとまだ32歳、始めたのが21歳、怖いっすね。名古屋シェアリングテクノロジー、いやー驚きで、年商はね12億しかないんですよ。年商12億で経常利益は2億で上場しました。時価総額いくらだと思います？200億、売上10億しかない、株式も騙されてますよねなんかまあでもね、悔しいけど、一般の人は今のこんな話聞かなかったら、ね、鍵110番、ね、福岡もともと日本一が、ね、ありますけど、ネット上ではもう負けてるわけですよ。そう、名古屋のそういったところね、なんていうか詐欺的 IT 活用成功事例ですかね、いやでもすごい。でもやっぱね、我々も50代ぐらいでもう普通に友人知人とかでいいとこないって知らなかったらもう検索で調べますからね。やっぱり一番上に来るかどうか、1ページ目、これやっぱ本当大事ですよね。大事っていうか、もう逆に言ったら
そういった IT 系でも勝負しないと。私もちょっとほっとしたのは、日本の IT 化率、 IT 化率って EC 化率か、 EC 化率ですかね、小売業に占める B2C エンドユーザー向け、まあ、スーパー百貨店も含めて、が分かんないですよ。何十兆円かあって、そのうちいわゆるネット販売が何パーか知ってるという人、50%ぐらいだと思う人、そこまでいかないね、2割ぐらいだと思う人、3割ぐらい、1割ぐらい、もう 5% ぐらいだと。一応 5% らしいんですよ。本当かどうか分かんないですよね。一応本当調べますけど。あと最初の日経ビジネスはアメリカのアマゾンの特集になってたんで、だアメリカでも EC 化率は 9% というですね。あれ意外にそんなもんかなと。あのやっぱさ、そういえば私今こうよう見てみたら、スーパーとかですね、食品系とかああいったやつはやっぱネットスーパーあるけど、やっぱ行かないですね。あのイオンに行きますよ、イオン天神店とか。大半の飲食時の大半はまだアナログですね。だから日本が 5% ぐらい、アメリカが 9%、 1割ぐらい、あ、例えば B2B は日本でも3割弱ぐらいですね。だいぶやっぱ進んできてますよね。でもこれが下がることない、上がるばっかりですけどね、上がるばっかりですけど、いや本当 IT 系っていうのはね、やっぱ本当すごいなってね、あの思うんですけどね、うん、で私はこう出版業界いますんでね、で今度この本をベストセラーするために、暇があったら本屋回りするんです。挨拶回りしてます、アナログで挨拶回りっていうのは、挨拶してると名刺交換してると話したら、大体本は毎日230冊出るんで、新刊が出てもどん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 所店で返品どんどんなるんですね。返品してもあのリスクないんで、書店さんは。でそれを名刺交換して挨拶したら、返品の作業入ってる時に、あこの人この前に来たからまだ置いとこうと、という情に訴える作戦を今ずっと、ね、IT じゃないです、もうそこは IT じゃ勝てないですから、東京のすごい出版社著者には、だからそれずっとやりまくってて、それである時に気づいたんですね、日本一の書店、売上日本一の書店さんどこだと思います？あの知ってる人は言わないでください。まあ紀伊国屋か純駆動、純駆動だと思いました。紀伊国屋と思う人、あ一応ですよ、多分アマゾンジャパンがもちろん1位なんですね、多分そうなんです。アマゾンを除いて純駆動だと思うし、紀伊国屋だと思うし、ああそれ以外だと思うし、おどこですか？カルチャーコンビニですけど、そちらは丸善、あ丸善は今純駆動と一緒になりました。実は CCC なんですね、ツタヤなんですよ。驚きですね、驚きで、っていうのはですよ、まあやっぱ純駆動、丸善、純駆動と紀伊国屋商店ですよね、がをずっと回ってた、全国回ってて、で行くとこもなくなって、じゃあまあ他にも行こうかなって言ったら、蔦屋が最近そういえばなんか 本も一緒に売ってるよなと。で蔦屋のもう回り始めたら、意外にね、意外にあるの、私のやつが。だからやっぱりよく知ってます蔦屋ね、私の本のことを。でずっと調べていったら、なんと2013年に蔦屋が紀伊国屋はもう抜いてるんですね。1700個ぐらいです今本の売り上げが。でね、まあ蔦屋の一人勝ちみたいな感じ今。ちょっと後半なんかメトロ書店さんって言いますけど、ですいませんね、ちょっと置いといて、メトロはもう地場系ですから、全国系に今話してますけど、で蔦屋さんもね、やっぱすごかったのはね、何がすごいと思います？今在庫の本どんだけ持ってるか全書店さん全部分かってますよね、仕入れの段階で IT でちゃんと分かってますよ。蔦屋さんのすごいところどこだと思いますか？だからメトロさんはね、頑張ってほしいんですけどね、蔦屋のすごいこと、ところ IT で、商売の小売業の原点、在庫管理、あ、まあ、それは本がどんだんあるかですよね。これ大手書店だったらほぼ顧客管理、それはどういう意味でしょう、正解なんですけど、本を買った履歴が全部、そうそう、 T ポイントカード、まさかの、はい、読者を知ってる本屋さんは大手書店では蔦屋だけなんですよ。今当てて紀伊国屋純駆動さんも本なんとかカードねやってますけどね、ほとんどもうねみんな使えない、申し訳ないけど、その紀伊国屋とか純駆動さんの、読者カード持ってるって人、おおですね、 T カード持ってる人、 T ポイントカード、すごいっすよね。いやいや、だからね、まあ何千万人ですからね、 T ポイントカード、蔦屋さんはね、読者、どの地域の読者がどんな本を買ってるか、まあある意味では分かってるわけですよ。
あのレンタルからスタートしたっていうのもありますけどね。でいろいろ調べたら増田さんが今、ね、ドヤ顔で今自分の成功本出してますね。増田のブログっていう本出してますけど、あれ見たら IT 業界で有名ですからね、もしかしたら、今から多分30年ぐらい前に年商と同じぐらい10億で10億ぐらいの IT 化投資コンピューター投資をやって伝えは先走ってたっていうのをなんか聞いたことあるって人、まあ分かんないですからね。そういったカード事業を含めてだからね、大半のところは当般一般参加の来たやつをそのまま並べてるだけなんです。だからどこ行っても同じ本しか並んでないのね。書店さんは、分かるはずないですよ。何万何千冊もう書店がどの本が売れるか売れてるかも分かんないし、これからどれが売れるか分からないんですよね。利益がないから、本の利益はあるけど読者リストはないんですよね。伝えさんは唯一持ってるんですね。それは私最近気づきましたね。ああやっぱね、それ IT 使わないとできないですからね。これアナログ系でもそうです。やっぱ福岡もなぜか通販系がものすごく日本一集積してますけども、やっぱもちろん矢津屋、ね、矢津屋の本も私出しましたけど、なんだかんだ言ってもやっぱ IT がやっぱすごいですね、通販は。で顧客リスト 100% 持ってる、当たり前ですね、通販だから。ただアナログ店舗は顧客リスト持ってないです。ほとんど持ってないところが多いですよね。でそこをやっぱりいかに顧客をちゃんとリスト取って、フォローですよね。顧客リストをちゃんと取ってフォロー活動していくか、これやっぱ全体の経営の中で最も大事ですよね。新規開拓と顧客フォロー、ここでやっぱ IT っていうのはこう出てくると思うんですけどね。本当そういった意味ではいやすごいすごいなと思いますね、IT 系は。とちょっとよいしょもしますけど、でお手元のもうあと20分ですよね。お手元の資料のですね、あ2ページ目ですよね、まあ、あとこう事例が書いてあります。事例ですね。私の場合もちょっとアナログが中心なんですけど、この中に興味ある番号成功事例、これちょっともうちょっと話せという番号をちょっと言ってください。IT とは言わないかもしれないですけどね、私たちの仲間で、まあ、小さく大成功したところがありましてね、IT っていうかウェブ系ですけど YouTube を使ってですよ、 YouTube を使ってお金かけずに、まあ、販売促進がまあ大成功したところがありましてね。大成功といっても、独立して今7年目ですけどね、創業が1200万ぐらいでしたね、年商が。でも金もなくなって保険も解約して草まで食ってた、あの家庭菜園のって言ってましたけど、それが今7年経って年商3億もうしっかり儲かってる、中小企業がありましたね。でちょっとあのスマホ持ってる方はですね、2つの言葉検索今してほしいんですよ、自動旋盤ですね。これ自動で漢字出てくると思うんですけど、あの機械を削る機械です、自動旋盤と、あとは何々県、福岡県以外をちょっと入れて、この2つですよね。ちょっと検索をできる人はしてほしいんですね。で一番上に多分 YouTube 動画が出てくると思うんで、もう音出してクリックして見てください。自動旋盤何々県で出てきたら音を押していいですから、なんか出てきたでしょ検索で。あ、何県ですか。香川県。そちらは埼玉。やっぱ変なおばさん出てます、はい、あ出てますね。他香川埼玉以外、大阪府。あでもなんかおばさん出てます、はい、あ他います。大分。ああちょっとあれだったら音出していいですよ。そうそう、こんばんは、どうのこうの、ね、なんとかで、ね、杉ですですね、うん、そうそう、それですね。そういう投稿を今、そうですね、この7年で1000本ぐらい投稿してます。で YouTube 投稿ですからお金一切かかってないです。もうそれ見たら、後で大きい画面で見たらね、もう笑ってしまいますけどね、まあ夫婦で、鈴木さん夫婦が2人でやってるんですよ。2人で今3億やって、まあ儲かってるんですけどね。まあ要はそこは YouTube 投稿ただですよね。でスマホを前にして毎朝投稿してるんですよ。喋ってます。その投稿で
そこはね、自動旋盤、商品名と地域名入れるとほぼ 100% 第1位、一番上に出てくるようになってるんですよ。でこれが彼らの営業やり方ですね。営業のやり方は YouTube 投稿、 YouTube 投稿をして、これでまあちょっと備考欄のところちょっとあの画面広げるとですよ、携帯番号か、サイトがありますんだね。で見た町工場です。町工場の人が電話するかメールで、ちょっと来てくれと、その自動旋盤で機械削る機械でいいものがあったらちょっと頼むぜと、 YouTube 投稿をやって、その後はアナログですよね。アナログ営業で行きます。で営業行って、その後お礼はがきを出しまして、今日は面会ありがとうございますと。で4番目が定期的にニュースレターをですね、ニュースレター忘れないようにやるっていうですね、この営業と顧客戦略で一番最初に YouTube 使ってますね。 YouTube 投稿すると実は、販売促進効果がすごくあるっていうのを知ってたっていう人、 YouTube 投稿、お実際それで、自分の会社で使ってるという人、 YouTube 投稿戦略上、販売促進上使ってる。お、お何屋さんですか。いやうち全然営業上がってないんですけど。あ、まだ結果はまだ出てないですね。で、はいはい、何屋さんですか。機械作ってます。あ、機械作ってるんですか。投稿数は何本ぐらい投稿しました。1本だけ。あ、それはダメですそうだ、やっぱり最低限で、まあ、私たちの周りでは最低300本ぐらいがいるんです、ね。でまあそういうのはね、ただですからね、1日1本と、ね、多い人はね、1日もうこれだと思う。今日こんな会場である人が追い込まれた簿記学校の先生がいましたよ、まあ、震災の時もダメになったんですね、東京の。あ、ダメになった時にこの話を聞いて、そうか YouTube だったらただでいくらでも俺できるわ、暇あるし、毎日10本投稿しましたよね、簿記で。これで今3000本ぐらい投稿してますけど、だから茨城県 の、 その水戸のちょっと北では圧倒的1位になってますからね。こう YouTuber で使ってほしいですね。 YouTube はなぜその検索すると一番上に出てくるか知ってるという人、はい、 Google 社が買収した。そう、10年前実は YouTuber、 Google は買収してるんですね。だから YouTube って Google なんですよ。だから身内だし、まあいろんな意味でやっぱね、動画今めちゃくちゃ向けてますから、上に出てくるようにするんですよ、 Google が、ね。だけどここもそうですけどね、 YouTube をビジネスで使うっていうのは、 YouTuber とかね、変なのありますけど、あれじゃなくてビジネス系です。ビジネス系でも使えるんですよ ね。これね、知ってる人やってる人はまだほとんどいないんで、ぜひねやられたらいいです。ただ問題は、私もね知らなかった。投稿内容はね、もうどうでもいいです、今みたいなやつで、ここが大事、見出しなんですね。ここも見出しに、ここで言ったら自動旋盤中古修理します型番とかですよ。ここエンドユーザーが検索するキーワードをこの投稿画面のここに入れないと、やっぱ引っかかってこないっていうですよね。で文系の人間たちもそうですけど、ホームページある、まあまあ当たり前、次はブログを書いたらいいですよと、よくありますよね、ありますけど、そのブログも、ブログを書いて投稿したら、この一番のブログの見出しですよね、ここにエンドユーザーが検索するキーワードを入れとかないと、このブログが引っかかってきにくいということを知っていたという人、ね、意外にこれ知らないと思うんですよね。私も知らなかった。 YouTube もホームページもここが大事ということです、ね。でこれでうまくいった。でところがですよ、まあ、IT コーディネーターの方にもちょっとぜひ知っておいていただきたいですけど、当たり前ですからね、今言ったのは YouTube とかいろいろアナログの営業法を使って営業と顧客、リピーターをこう増やしていった、増やしていったんですけど、売ってる商品がやっぱり、ね、ダメだとやっぱダメなんですね、で私がねやっぱりいいことをここに対してしましてね、いろいろ話聞いて、何売ってるんですかと。スター精密の会社にいました、自動旋盤のトップメーカーです、年商700ぐらいで経常利益3ぐらい出してる超優秀な、同業他社はセイコーエプソンとかです、ああいったところなんですけどね。で独立して食えてないんです。あ、そうですか。おで何言ってるんですか、自動旋盤、自動旋盤って何ですか。今聞いたら、いや3000万ぐらいするやつで新品でねとかね。おお、なるほどなるほど、うん、それね間違いですよ、それを売ってるのはって言ったんです、わざと。そうね、新品じゃなくて中古だと、中古修理引き上げメンテナンス磨き直し、同じ自動旋盤でもこっちはね大企業がやるべき商品だよあんたって、じゃなくて独立したらね、我々中小零細は同じ商品でも、だって独立したばっかりの変な鈴木親父から3000万の新品の自動旋盤の機械は誰が買おうかと、絶対買いたくないと。あんたは前スター精密一部上場会社だったから年間ね5億7億売れたんだと、
独立したらあんた最低弱者、信用ないんですと。でそういう信用ないでもできるのが、同じ業界でも新品じゃなくて、例えば新品じゃなくて中古、修理、メンテナンス、引き取り、処分します、こっちだと、扱う商品はこっちだって言ったんですよ。ただね、目をなんかクリクリしてて、後で聞いたら、このおっさん何言ってんだって思ったって言ってましたよ、ね。まあでも新品売れない、売れてなかったからですよ、もうしょうがないって中古、修理、メンテナンス系に変えていったら、次々に反応が出てきたってですね。当たり前、メーカーは、新品メーカーはな、中古とか修理メンテナンスしませんよ、しないしないね、もう新品売りたいですが、だから商品を変えたのが良かったんですね。あと営業エリアが全国行ってたんですよ、前のスターセミ時代と同じく。いやいや、移動時間が無駄だと、関東中心に埼玉浦和なんだから、そこ中心にしましょうと。で移動時間が一気に減って効率よくなった。あと客層、大会社大研究室ばっかり行ってたんですよ、やっぱ。これを10人以下の町工場に変えたんですね。でさっきの YouTube 戦略こういろいろやって、これが全部揃ったんでドガーっていったんです。だから、ね、よくね、その IT で相談されてやってもですよ、こう、ね、正直、ね、お若いですよね、 IT コーディネーターの方も、いろいろ IT がどうのこうの言うけど、あんたやってる社長、あんたの商品がダメたいと思う人ね、いやたくさんあるよ。そうだ、あとはでも、ね、その営業エリアがもうこれも多いんですけどね、福岡でもうちょっと当たっただけでも一気に全国展開してるとかですよね。もうダメなんだよやっぱね。あの もちろんどこにもない商品、画期的な商品やったら小さな会社でも一気に全国で、まあ、やってもいいですけどね。打ち合わせが必要だったらやっぱね、エリア移動時間無駄なんで地域は絞るべきなんですよね。もちろん例外もありますけど、客層もそうですよ。誰でもやりますじゃなくて、やっぱ絞らないとですね、中小零細は。だからこれが全部揃って、この営業顧客管理系の IT もこ うまくいって、初めてあのうまくいきますもんね。だからね、これはね、各専門のその専門コンサルの人だと、もう一つここね、見えないようなところもあるかもしれないですけど、まあ簡単に言ったら今言ったところですよ。あの他のIT こういくらやってもうまくいかないって言ったら、売ってる商品が間違ってる、エリア客層が違うっていう場合が結構ありますね、結構、でそれももう簡単に言ったら、我々小企業っていうのは大企業の全部反対なんで、大量生産大量販売に対して手作り面倒くさい、オーダーメイド中古、市場が小さいとかですよ、ダサいとか怪しいとかね、我々はでちょっと笑ってほしいんですけどね、ダサい怪しい、グレーゾーンは常にチャンスですよ。さっきのシェアリングテクノロジーなんかもそうですけどね、大企業はね、やっぱ変なことはできないですね。で我々中小零細ベンチャー系はゲイラ系はやっぱね、多少怪しいところにチャンスがある、地域はこっちは全国、やっぱ絞る、客層もやっぱ絞るですよ、やっぱ一応理論上はですよね。あと営業は IT 使ってもですよ、手作りめんどくさいけど、この接近戦をやると IT 使っても、具体的にはですね、今ちょっと出てきたのは、鹿児島で今年商14億やってる吉田 IM 研究所っていう、肌の化粧品と育毛剤14億、アナログとネットで売ってる社長がいるんですけどね、その社長が一応通販だから顧客リスト100%持ってますよ、持ってるんですけどね、この前お客リスト既存客のうち77人選んで、メルマガを出した、ただ2万円ぐらいの商品だったけど、77人にメール送って、メルマガを売って受注 100% だったって言うんですよ。どんなメルマガだと思います？うわっ、聞いたんですよ、どんなメルマガ出したか。お客リストのうちちょっと選んでですよ、選んで77人に送った、そしたら受注 100% だったよ。おお、やっぱ萱野君の言うこと、手作りめんどくさい系接近戦、おお、ネット上でもその通りだよって。どんなメルマガだったと思います？もう私もね、すっかり忘れてましたよ。一人一人に個別に出したって。分かります？一斉メルマガじゃなくて、その一人一人に過去の履歴とか、家族構成とか、それを思い顧客リスト見ながらちゃんとこう一通一通書いていったって言うんですね、一通一通、だから一斉メルマガじゃなくて相手によって内容を変えるって言うんですよね。安谷さんなんかはお客をやっぱ10段階に分けてて、サンプルだけのもらい屋さんとは言ってない、社内用語では私みたいに年間3万4万ぐらいまで、年間10万20万50万何百万以上って10種類分けてましたね、分けてて、一応まあ
全部じゃないですけどね、お客のランクによって DM とか内容をね変えてるっていうんですね。まあワントゥーワンマーケティングってやつですかね。おお、やっぱ大会社だけどやっぱすごいなと思いましたね。年商今260億ぐらいですけど、やつや、で1億ぐらいの会社でも大体同じメール送ってますもんね。まあ私もそうですよ、もうメールマガ読者リスト、まあ、全然やっぱそこはいかんさね。だたまにだから個別に私やりますけどね、個別にやるとやっぱ反応めちゃくちゃいいですよ。その間効率悪い。でもそこをこううまくね、だからそれ自動なんとか営業マーケティングシステムとかなんかあるらしいですけどね、まあ私はなんかもう年商1億以下は一切無視、あの手作り IT 個別メールってかもうアナログが十分かもしれないですね、もしかしたらですよね、うん、あすいません、こんなのが興味あるやつ51番、チャットレディは年収1000万プラス年商59億円、こんなとこでは話せませんね、これはね。チャットレディって知ってるって人、ああ見たことあるって人、画面ね、私ねこれは 4,5 年前見たんですけどね、やっぱすごいなって思いますよね。まあヤフーのポータルサイトの女性版ですよね。ね、すごいですよね。DMM。あ、DMM とかもね、うん、すごいですけど、まあ女性が並んでるんですよ。並んでてライブですよ。で、首から下しか映ってなくて、お金払ったらちゃんとこう話せるっていうですね。で、たまにこうなんかね上も出るとか、それはちゃんと金払いなさいっていうんですよ。ね、まあ、そういうサイトですで調べたら当時年商59億もやってました。あ、これはすごい、ね、大手エリートはやっぱできないですよね。この手の日本一ってのは DMM っていうところです。あそこはもう怪しいですよね、なんかね、まあ、だから大成功してるんですけどね、うん、まあ、だから怪しいことしましょうっていう事例でした、はい、他何番か。71番、売れキャッチプロフィール社名ミッション、あ、これ私元広告代理店なんでやっぱ必要ですね。ないよりあった方がいいですね。キャッチフレーズみたいなやつ。まあ、社名、まあ、例えば会社のキャッチフレーズ、商品のキャッチフレーズ、そういったやつはなんか作ってるっていう人、なんか、社説でもいいですよ。商品のキャッチフレーズ。まあ、ないよりあった方がいいですね。まあ、大企業ですけど、まあ、最近は大したことじゃないですね。安い、うまい、早い、吉野家とかですね。って言いながら、すき家にも負けましたね。驚きですよね。すき家の社長は、前どこの勤務してたか知ってるって言うでしょ。すき家は今5000億です、全勝。牛丼吉永さんは多分1000億ぐらいですよね、まさかの大逆転が起きたんですかね。朝日が切り抜いたみたいな。あ、どこにいたか知ってます？吉野家にいたんですね。そのことずっと隠してましたよ、すき家の小川社長ってですね。だからね、なんかまあ商品も同じでしょ、まあ言ってみたら。だけど逆転ってねありますね、ある。まあまあいい、この話はまあいいとして、何でしたっけ、売れるキャッチプロフィール社名ミッションは、内容あった方がいい。でこの一つのそういったやつを編み出す一つの、やり方の一つが、私の知り合いが営業アンケート、岡本達彦っていうですねコンサルタントって言いましてね、それアンケート取りましょうと。自分で、どうやったらうまいか、うまく行くかっていうことは自分で考えないことが大事です。どうやったらうまくいくか自分で考えない、どういう意味でしょう。まあさっき言いましたけどね、お客にアンケートを取るべきだと。既存のお客さんにアンケートを取ってくださいと。一般の客じゃなくて自分から買ってくれたお客さんにアンケートを取ってください。なぜ買ってくれたんですかと。たくさんライバルがある中でなぜうちを買ってくれたかアンケートを取ってみてくださいと。そうするとお客からすると当たり前ですよね。同業他社たくさんあるうちでうちを買ってくれたのは比較検討して何かいいから買ってくれたわけですよね。買ってくれた。そこをちゃんと聞いて、それをそのまま広告キャッチコピーに使いましょうっていうことなんですね。アンケート。で、それを豊橋愛知で前、5人ぐらいで2日間でやりましたね。そしたらリフォーム会社の社長が、一晩で客聞きに行って、70代のおばあちゃんがリフォームを年間3回も4回も頼んでくれると。なんでうちに頼んでくれるんですかと。うちは豊橋すごい商品も特にないのにと。で聞いたらそのおばあちゃんが、いやあんた同じ町内ですしね、近いから悪いことできんやろと。おお、それでリフォーム頼んでたってですね。近いから悪いことできんやろって、これまさにお客さんの声ですよね。これでキャッチフレーズがもうその場でできましたね。近いから悪いことができない豊岡リフォームってですね。はい、これなかなかこんなキャッチフレーズね出てこないですよ。自分とか広告代理店に頼んでも絶対出ないですよね。
で福岡でそのゼネアスで行ったら、青汁で昔30年前大ヒットしたキャッチフレーズ覚えてるって言った。まずい、もう一杯、まあ、救済が元祖ですけどね、福岡の、矢津屋さんはあと大麦の粉、こっちはキャベツの原種の元のケール、苦いやつですよね、まあ、栄養分やっぱすごい。これは冷凍食品で大ヒットしましたけど、あ、さっき言ったあの大成印刷さん、誰かね関連の方言いましたけど、大成印刷の子会社のブリンクという広告代理業と救済の社長が一緒になって、現場で悪役紹介の矢那さんがこう来てて、その時にとりあえず作ってたキャッチコピーじゃなくて、矢那さんがね、あの人はね、なんか嘘言いたくないらしいんですよ。でこう最初はなんか美味しい青汁救済ってねあったらしいけど、こういやーなんか俺言いたくないこのことはっつってね、飲んだらまずいって、いや俺このまま伝えたいよって言ったらしいんですよ。これ、まあ、俳優もすごいけど、それを認めた救済の長谷川社長もやっぱすごかったですね、とブリンクの担当者もすごかった。まずい、なるほど、んじゃあまあいいですね、使ってください。でその場でどっちが出たかはまだ分かんないですよね、どっち側が出たか分かんないけども、まずい、もう一杯ですね。これは今考えてもすごいですね。まずいって絶対普通言えないじゃないですか、美味しいしか言わない。でも消費者から見たら、まあ、またやらせかなんかねみたいな、この逆転の発想、これはやっぱエンドユーザーからしか出ないですよね。エンドユーザーだから、エンドユーザーが全て正しいわけじゃないけど、そういった意味では定期的にお客さんの声を聞くっていうのはめちゃくちゃ大事だよなというふうに思います。でもう時間が来たみたいな感じがするんですけど、あでですね、もう終わりますけどね、その次のページ見てください。説明だけで終わりますけど、これ夢のマスターリストってあります。これなんてことはない、私もやる気自己啓発系夢実現系も大好きなんですけど、これ野生の社内でも 今も使ってます。経営だけじゃなくて人生全体で最初に書いたらいいのはですね、この夢のマスターリストですよね。これは仕事趣味過程で何でもいいから、実現可能性なくてもいいから書きまくるっていうですね、なんかこういう怪しい自己啓発系の話聞いたことがあるんでしょ、書けば夢が叶うって、なことはないんですよね。でも叶いやすくはなりますね、孫さんも HS 澤田さんもこういうの大好きですよね。でその次のページ、まあこれ私の恥ずかしいやつですが、これは真面目なやつ、1年以内、まあ、半年後3年後でもいいんですけども、仕事趣味過程で成し遂げたいことを書く、これ真面目なやつです、真面目なやつ。これ SMI っていうですね、私が150万ぐらい騙されて買った自己啓発教材、成功哲学教材のやつからそのまま無断でコピーして持ってきてますからねその次のページ白紙がありますから、これ全然悪くないですよ、本当悪くない、ラーメン一風堂の社長も実はこの教材でやって、マザーズ上場3月しましたよね。まさかラーメン屋がね上場ですよ、もうマブ出しだから驚きました。あの人犯罪者ですからね、あの前大英ユリード時代に700万商品横領して、その前旧三大時代から26歳大英勤務時代まで100回も空き巣してたっていうね、で捕まって週刊アイラでもう全部独白、今悪口言ってんじゃないですよ、全部それ言ってますけど、それで牢屋出てきて26歳でもうサラリーマンダメだから、もう 独立企業は学歴も何も関係ないってで、この辺ですよ、博多駅で近くでアフターザレインってバー始めて、それから、ラーメン屋やってね、まさかの大成功しましたけど、あの社長もこれ大好きなんですよ、ね、だからこれ真面目なやつなんでぜひ書いてほしいですね。で3枚目が今日白板でちょっとだけ偉そうに紹介させていただいた、これはまあ経営だけ、経営戦略全体ですよ ね。で矢沢さんあたりはもう今270億、これは30億の頃の経営計画書、社外費なんですけどね、私当時の出入り業者だったんで、出入り業者も全員これもらって一致団結して矢沢の方針に従って、うちは商品はこれ中心、地域や客層は営業はフォローはこんな感じでやっていきますから、ぜひ一緒になってお願いしますけど、こうもらったんですかね。矢沢の社長も最初44歳年収6500万、44歳の時はさっきのこの3枚だけだったんですよ。でも初めて書いたのが44ですよ、書いたのがきっかけになってスイッチ入ってガーッてやつが行きましたんでね、ここまで書くのは普通ちょっと難しいです。でもさっきの今言った3枚ぐらいだったら誰でも書けますんでね、これもぜひ書いて机の前とかですよ、まああれだったらフェイスブックでもガッともう張り出してね、もう宣言するんです、こうやります私はと言った手前やらないとね恥ずかしくなるんだ茅野君と
矢沢の創業者は言ってましたよね。だから夢目標はある程度ね書いたのを公表すべきだと、言った手前やらないと恥ずかしいぜと、公表しなかったらやってもやらなくてもね誰かも文句言われないしで自堕落になっていくと。本当中小零細事業は私も本当思いますね。誰も見てなかったらね、まあ家でなんかね変なテレビばっかり見てますよ。やっぱあのでやっぱこういった夢目標をある程度公言して、やらないと恥ずかしいという状況にいかに追い込むか、矢沢の創業者99年だけでありますけどから引き継いだのがこの3枚ですので、ぜひあれだったら、まあ、IT にはちょっと関係ないですけど顧問先にもこれはこれなら書けますんでね、ぜひお勧めしてください、はい、というわけでじゃあとりあえずこれで終わります。どうもありがとうございました。皆様どうもありがとうございました。